先日母が PC が勝手に壊れたーと大騒ぎしていました。うん。どうやら間違って印刷ボタンを押してしまったようで、うん、大量に不要な文章が印刷されていただけだったので壊れてはいなかったんですが、うん、母親の勝手に壊れた、私は何もやってないんだけど勝手にというフレーズに軽くイラッとしてしまいました。壊れたんじゃなくて壊したんでしょという言葉をぐっとこらえて、うんうん、どこを操作したのと聞いても、偉い、勝手に自動的にの嵐。最後まで我慢してちゃんと対処しましたので、うん、偉いと褒めていただければ幸いです。偉い、機械が壊れた時ってどうしてますか。え、偉い、本当に偉い。これ偉い、これあれ男女の違いあるあるなんですよね。あー、やっぱそうなんだね。これあの前さ、うん、どこかで私見たことあるんだけど、うん、男女のそのメールのやり取りだか、うん、LINE のやり取りで、うん、これが男女の違いだみたいな例がある記事があった。車のバッテリーのやつが載ってる記事を見たことがある。女性が車が動かなくて困ってるのっていうのを男性に相談したら、男性がそれを解決しようと、いろんなことを提示するんだけど、その間で女性がその車が壊れてどれだけ困るかっていう話を、そうそう、でもそんな感じっていう。で最終的に女子がもういいよ、そう、ねえ、なんか怒ってます、私怒らせることしましたみたいな感じで、怒ってない、怒ってないから、とりあえず、え、だ絶対怒ってるじゃんみたいな感じになって、これは何だったんだっていう。そう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 、ですよね。それなんか女子が若干悪く見える的な風にちょっと描かれる系ですよね、うんうん、ただあれすごく共感は得たな。でも確かに分かるって感じですよね、うん、で、あるあるっていう、なんだろう、うん、そういうのありますよね、うん、あ、じゃあ私とエリさんでやりますか、うん、車のエンジンがかからないの。あらら、バッテリーかな、ライトはつく、昨日まではちゃんと動いてたのに、なんでいきなり動かなくなっちゃったんだろう。トラブルって怖いよね。で、バッテリーがどうか知りたいんだけど、ライトはつく？今日は銀座まで行かなきゃいけないから車使えないと困るのに。それは困ったね。どう？ライトはつく？前に乗ってた車はこんなことなかったんだよ。こんなのに買い替えなきゃよかった。ライトはつく？つかない？あ、15時に約束だからまだ時間はあるんだけど、このままじゃ困る。そうだね。で、ライトはどうかな？つくかな？あ、ごめん、よく聞こえなかった。あ、ライトはつくかな。なんで？言いそう。あ、エンジンかからないんだよね。バッテリーが上がってるかもしれないから。なんの？え？ん？車のバッテリーが上がってるかどうか知りたいから、ライトつけてみてくれないかな。別にいいけど。でもバッテリー上がってたらライトつかないよね。いや、だから、それを知りたいからライトつけてみてほしいんだけど。しかして、ちょっと怒ってる？いや、別に怒ってはないけど。え、怒ってるじゃん。なんで怒ってんの？だから怒ってないです。何か悪いこと言いました？え、言ってくれれば謝りますけど。大丈夫だから、怒ってないから大丈夫、大丈夫だから。何が大丈夫なの？バッテリーの話だったよね。車でしょ？あ、そう、車の話だった。もう男の人ってほんと話聞かないんだよね。ごめん。ライトつく？やっぱ怒ってんじゃん。怒ってないってば。絶対怒ってる。何カリカリしてんの？人が大事な時なのに。いや、俺はただライトがつくかどうかを。話を遮らないでください。ライトがどうこうじゃなくて、あなたの話をしてるの。女が悪い。完全に女が悪いよ。おかしいです。おかしいですね。ただ、これこうやって見ると女がおかしいですと思うんだけど。男の方をよく書いてますよね。うん。うん、あと、これ文章にされたらそうなんだけど、喋ってる時って意外になってるんだろうなって。でも、なんか、うん、あって思いますけど、うん、でも男性も男性でここまで典型的にこう、うん、ライトつく、ライトつく、うん、ライトつくは聞かないですよね、うん、多分。これ女性同士の会話バージョンみたいなのもあったよね。知らない。女はこうなった時に、大変だね。そうそう、で共感をしてもらって、うん、じゃあ頑張ってね。うん、ありがとう、話聞いてくれてごめんね、忙しい時に。うん、また困ったら連絡して。うん、ありがとう。カチャンで終わるんだって。すげえ。嘘でしょ。それですげえ。何にも解決してないの。そう。バッテリーが、あ、バッテリーじゃない、そのなんだっけ、エンジンがかからないっていう苛立ちをどこかにぶつけたくて、ちょっと困ってんだけど。って言ったんだけど、大変だったね、困ったね、大変だね、うん、そうなんだよ、何時にどこどこ行かなきゃいけないのにさ、まだ時間はあるんだけど、もうほんと買い替えなきゃよかったっていうのに共感をしてくれたら解決するっていう恐ろしい罠です。罠ですね、うん、
だからそれは多分この男性にはそれをその、うん、直してっていうことを求めてなかったんでしょうね多分ね。警察に電話するわぐらいの感じなんでしょうね、うん、多分ね、うん、もしくは JAF JAF あとタクシーを呼ぶとか ね、いくらだってだって方法はあったはずなんですよ。時間がまだあるから大変だったね、うん、うわそれは大変だねっつって、うん